はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、有線イヤホンのね、好みについてのお話になります。ここのとこね、このほんの数日の間にこちらの CCA、CSN、 そしてこちらが KZ の ZEX、ね、どちらも2000円ちょっとの有線イヤホン、これがびっくりするほどどちらを選んでもすげえいいよと、ね、もうびっくりするぐらいね進化を感じる、ね、でそこにリケーブルするともう驚く、ね、そんなわけで、まあ、そんなお話をねしてたんだけども、今日ね、その収録中にコメントいただきましたね。はい、カムイさんからコメントをねいただいております。本当ね、おじいもあの動画を撮り終わってあのアップしてる最中にね、すぐにスクショしたんだよね。本当 2分前でね、すぐに返事してる、ね、そこで発見しました、ね、元気のうちお疲れ様です。おじいに言われたので面倒だしどうせ変わらないだと思ってやってなかった CCA、CSN にリケーブルをつけてみました。おじい、なんということをさせてくれたんですか。結論を下げてみます。 CSN にリケーブルをつけてメインに使うことにしました。私のお好みの音になったので、あくまでも私の耳での感想なのであまり自信はないのですが、ZEX の場合もリケーブルをつけたらこれしかなければめっちゃ良い音だと思います。でも CSN に KZ のリケーブルをつけたら全く違うものに化けた気がしますね。え、私の感じでは KZ、ZEX はボーカルがくっきり聞こえますが、楽器が楽屋で演奏してる感じなんです。でも CSN の場合はボーカルもくっきり聞こえて、なおかつ楽器も定位置でそれぞれが邪魔せずに主張している感じですね。まあ、簡単に言うと ZEX は楽器が少しこもった感じなのに比べて CSN は楽器もちゃんと仕事しているように聞こえます。もちろんボーカルは両方ともはっきり聞こえてますよ。私の耳は自信がないので、おじいも一度やってみて正確な判定をしてください。お願いします。ちなみに ZEX に CSN のケーブル純正より少しだけ良い音に聞こえたのでをつけて、外使用にしますということです、ね、で、おじいがね、もうこれ2分ですぐ拾ったからね、うん、偶然にもたった今リケーブル検証の収録終わったとこ、結果どうなったかね、 Google 様の処理完了待ってねってことだよね。まだね、それを見てのコメントが来ましたね。元気なお疲れ様です。やったー、感じ方は少し違ってるようですが、おじいと同じ選択ができてちょっと自信が持てました、ね。まあ、ほぼ、言ってる方向性は同じだよ、ね、でちなみに私の環境は iPad Pro と Xiaomi Redmi Note 10 Pro です。 iPad はイヤホンジャックがないので Type-C のアダプターケーブルです。このアダプターで音変わるからね、すごくね。音源は CD から取ったサザンオールスターズと中山ラビ、おじい知らないか、おじい全然知らない、ミポリンしか知らない、ね、とスタジオミュージシャンの友人が作ったインストールメンタルの CD です。インストールメンタルってなんだ。プライムミュージックも聞きましたが、この判定には使えませんでした。いやー、私の耳もそんなに悪くなさそうなので少しほっとしましたってことだよね。いや、おじいと同じ選択をしてほっとしたって逆かもしれないよ。あの格付けチェックで、あの音音痴の我々が選んだ方が、あの不正解かもしれないよ。もしかしたら ABC で、あの2段階落っこっちゃう方を選んでるかもしれないよ、もしかしたら。ね、本当ね、2000円ちょっとのイヤホンでね、おじいとカムイさんがキャッ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 言いながらね、あっちだこっちだって言ってる時にね、またそこにとんでもないコメントが来ています。
はい、泣く子も黙るタダダダさんでございます。ソニーの3万円の完全ワイヤレスイヤホン視聴もせずに買っている私ですが、元気なおじいは分かってくれてると思いますが、私は紛れもなく有線イヤホン派です。ただタッチダイスとは無縁の煩わしいケーブルがない完全ワイヤレスの快適性には大きな魅力を感じてはいます。まあそれはあるんだけどね、うん、LDAC は聴感上必要十分な域に達するように感じますが、有線イヤホン派の私としては、次にワイヤレスイヤホンを買うとしたらロスレス伝送が実現された時になりそうです。無理じゃないの、あの完全なロスレス転送って実現できるの本当に。どうやってね、だからね、まあ、今の方式では多分無理だろうね。今の方式に Bluetooth の規格を上げても多分無理だろうね。新しい企画じゃないと多分無理じゃないかな。でも完全なロスレス転送無理でしょう、ね、で私が使っているイヤホンはトライアイシリーではありませんが、リスニングタイプの HAFX1100IERZ1R という数年前に発売された古い有線イヤホンです。どんなやつ？カムイさん、よーく見てね。2014年 JVC税抜き約5万3000円のウッドシリーズ最上位イヤホン HAFX1100 登場したよ。木を用いた独自の音響テクノロジーを採用したダイナミック型イヤホン、ユニット前面にウッドディフューザーを配置したウッドドームユニットや、ユニットの振動ロスを高帯域で低減させるアコースティックハイブリッドダンパーなどウッドシリーズに搭載した独自のテクノロジーを備えてるって。5万3000円どうして。カマイさん、我々があのあだこうだ言ってるイヤホン20個以上これ1個で20個以上だよ、どうする？ねえ、すげえなと思って見ていたら、で IERZ1R360 リアリティオーディオだって。ほう、やたら受賞。このさ、この受賞っていうのも、これは15万以上20万未満のなんか春仕様の VGP とかさ、受賞とかさ、こんなの数が少ねえだろうし、でこういうのをやってるところも、あのもうソニーだからしょうがねえ、なんか賞やらねえとみたいな、だけどそういうのってない。本当こういうのね、おじいは絶対信用できないんだよ、こういうのはね、うん、ソニーストアで購入すると税込み219,868円です。カムイさん、我々の2000ちょっとのこのイヤホン何個分ねえ。カムイさん、まあ下手すると100個分だよ。で、ね、どうする？カムイさん、我々の好みがあの選んだのが一緒だったって喜んでる場合じゃないよ。本当219,868円の音って一言で言ったらどういう音がするの？音がいいとか悪いじゃなくて、どういう聞こえ方をするの？そこを知りたいね、おじいは。はあ、上位モデルはまだゴロゴロありますが、本当？上を見るとキリがないというのと、現状この2つのイヤホンで大満足できている状態なので、自分の中では有線イヤホンはここまででいいかなと思ってます。
これで満足していなかったらどうなっちゃうのって感じで、まあ、ダメ、もうこの、 あの CCA の、 あの2000のイヤホンにね、またあの原点を戻してね、もうはあ21番だってカムイシャンね、はあでもため息ついちゃうね、本当あの我々のあの音がああだこうだとか天がどうのこうのとかそんなこと言ってる場合じゃないよ、360度リアリティオーディオだからね。これ見てる皆さん、これで20万超えだよ、片っぽ10万だよ、諭吉10人で音を演奏してくれるんだよ、どんな音するの一体。はあ、いや、もう言葉が出ないよ本当ね。まあそんなわけでね、有線イヤホンの好みね、カムイさんの投稿があったんでね、キャッ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 たむれる動画をね、作ろうかなと思ってコピペしてたので、ポロンって投稿されたので、なんかね、はあ、本当、いい音って何なんだろうって本当思っちゃうよ、これね。ね、どうしろこれ見てる皆さん、本当だ、この間も誰だっけ、本当だおじい、いいイヤホン紹介ありがとうって、いっぱい来てたけど3D リアルサウンドだよ本当、今時代はね、最先端はすげえな本当ね。まあいいよ、そのうちソニーから案件もらうからね、おじいこれレビューしてっつってね、案件でもらうよソニーにね。はい、それだけで、有線イヤホンの好みのお話でしたね。他にもいるよね、これ買った方ね。あと1人2人3人ぐらいはね、絶対にいるよね本当ね。いかがですか、到着して音を聞いてみましたか。で、有線イヤホンをね、おじいの動画を見て初めて買ってね、聞いた方、正直にあー 3.5 ミリの出力ついてるのを持っててよかったって思わない。あー、もう今時もう出力ないワイヤレスしか使えないのしか持てないって、あ、不幸だなって思わない、なんとなくね。まあ音を聞く装置ではないけどもね、まあいい音を聞きたかったらね、まあウォークマン買えばいい話だしね、まあそういうことなんですね。音ってね、わかんねえ、本当にわかんねえね。でもやっぱいい音を聞きたかったら生演奏を聞きに行くことだよ本当に。オーケストラ、俺がやっぱね一番いい音だよ、生で音を聞く、本物の楽器の音を聞く、これがいい音だよ。デジタルの音をどんなに音がいいと言っても、もう今作ってる音はみんな編集してね、機械でみんなちゃんとした昔みたいな音ってないじゃん。そうでしょ、みんなあとつなぎ合わせたりとかね、部分的にこうやって上げたり下げたりこう調整しながらミックスしてるんで、だから本当のね、いい歌、まあいい歌っていうのもないし、だから本当にそのコンピューターミュージックを楽しむ、デジタル、まあデジタルミュージックを楽しむっていうことでね、まあ楽しいって言えば楽しいけど、本来の
生音を楽しいっていう、そのそういうのとはもうかけ離れちゃってるっていうか、ちょっとね違うんじゃないかなって思うんだよ。だソニーのあれいいよ、あこの20枚もいいんだけども、本当にそのテクノロジーの塊なんだよね、なのでやっぱりその空気震わしてなんぼだと思うんだよ。音っていうのは体で受けてね、体で受けてその一部が耳の中に入って鼓膜振動して聞こえてっていうね、だから目で見てで肌で感じるね、これがね本当のいい音の基準かなっておじはそう思うんだよね。まあそんなわけでね、まあ機械的な音を楽しみましょう本当ね、まあでもまあ幸せって言えば幸せだけどね、このあの2000のイヤホンでおおーっつってねみんなで驚けるんだから幸せなんだよ、本当に幸せなんだよね。だから中華パワーね、本当すごいよねこういうのもね、すごい本当。こんなのだって日本で作ろうと思ったって、日本で同じものを作って販売してるとしたら絶対にこのイヤホンだって1万円以下で絶対買えないし、このケーブルだって絶対に8000円ぐらいはするよ日本が売ったらね。ほんとねすごいことだよ、びっくりだよほんとね。この2000ちょっとのイヤホン、これソニーが売ったら大体この音だったら大体ね5万円ぐらいするかもしれない、おそらくね、ソニー価格で5万円ぐらいで出すと思うよ。ここにソニーって名前入れたらね、ソニーソニーって入れたらね、その名前が入ったらもう5万円だよ、ね、はい。そんなわけでね、有線イヤホンの好みのお話でございました。まあ別にいいんだよ、本当音っていうのはね皆さんね、その自信がないとかそうだよって、自分の好みってものがあるからね、自分がいいなと思った音に自信を持って楽しむね、音を楽しむ、これが音楽だからね、本当にもうそれにちくりと思うよおじいはね、おじいもさ改めて今日ね、よいしょ、ね、まあ今ここにね、これ CCA のやつつけたけどね、まあ、KZ はここにいつでもリケーブルできる状態にして、で ZS10 Pro もね、ここに入れて、でなんだっけこれ KZ 元祖2000円のびっくりしたやつをここに入れて、でこれがこれなんだっけな、これなんだっけな、名前ついてなかったかな、あラークだ、KB の、KB イヤーの、ラークってやつなんで、あ、これはピンタバレンだっけ、ラークってやつなんだけどね、これと、で、あと、ビローン、ね、ビローン、ね、で、iPhone に、i3、ね、で、C-Hi-Fi の T2、そして、VX、ね、まあ、こうやってね、で純正のケーブルはもう箱に入れてでしまっておく、でもうケーブル差し替えて使えばいいしね、本当、まあ、そんな感じでねこうして整理しました、エクスプローラーはねここに 2.5 ミリついたまんまだから、まあ、こうしてるけどね、まあ、ちょっとこのケーブルつけて聞いてみるっていうのも面白そうだし、いろいろやってみるよおじいもね。はい、そんなわけでね、やっぱね音の世界はね楽しい、めっちゃめちゃ楽しい、すっげえ楽しい。でシーハイファイのシーハイファイの T2 の付属のケーブルがこれまた結構いいケーブルついてるんで、シーハイファイのやつね、 T2 シーハイファイ今いくらぐらいで売ってるのかな、6、7000円ぐらいかな、シーハイファイどこだっけな、こ
これじゃないな。うん、これはあ、これだ。ほら、これもね、結構ほら、やっぱそれなりにね、いいケーブルついてるんだよ、新ハイファイも。これね、昨日お見せしたと思うけども、ね、で、あとね、この後なんだけど、もうすでに何度も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 予告してるけれども、ポウィンね、トライ i3 って TRI だよね、の i3 だよね。これそのシリーズかな、 TRI ポウィン。お、トライ i4 とかトライ i3 ってTRY じゃないよね、 TRI だよね。だからおじトリシャントリシャンって言ってたよね。これそのシリーズかな、これ TRI ってなんだけど、トリッポウィン TC01 ね、トリッポウィン、うん、ね、うん、トリッポウィンで中華製イヤホン、銀色って書いてある。銀色です、銀色、トリッポウィンで、これはGHI ザザ GOD かな、インナーイヤーイヤホンね。うん、ね、これ、まあ、今日ね、今日これ開けようかなと思ってる、こっちの方ね。で、あとはあ、リケーブルはこれはもうあれなんで、あれね、あれパチンってやるの、あれ MMCX ね。で、ま、多分全部そうだと思うけど、 MMCX の 4.4mm 指定してるんで、全部ね、これね、もう全部 4.4mm バランスケーブル、これね、だから 4.4mm から 3.5mm にする変換と、 4.4mm から 2.5mm に変換するやつを持てばもう最強なんだよ、これね。これはないかな、これも これ何ミリだろう、これも 4.4mm なんですか。あ、イヤホンは選べないか、選べ、イヤホンは多分 3.5mm だよね、多分ね。なんでここら辺があるので、ね、ちょっと楽しいよ、本当。だからここら辺でケーブル出す時には、あれを持ってくるから、あれ、ね、4.4mm 白くなる、唯一ある、あれ、ね、あれが登場します。いや、本当、あれだな、買って思うと、1年前の今頃、もうずっとそうだったんだけど、ね、てかく、4.4mm のついたアンプが欲しいとかね、とにかく 4.4mm のバランスとかね、それで YMark2 だよね、YMark2 のバランスをさせるもので音聞きたいとかね、そこら辺でずっと動いてたけどもね、うん、こうやって YouTube 活動したから、だんだんなんか楽しいよね、本当ね、いろいろね、たくさんの視聴者さんにもね、たくさん応援していただいてね、音は本当楽しい、ただあまり楽しくて夢中になって動画長くなっちゃうんだよ、これはね。はい、そんなわけでね、今日は1個開封するからね、お楽しみに。そんなわけで、有線イヤホンの好みのお話でございました。またね、バイバイ。お流し